まあ、墨田区は結構そのなんていうかコロナ対はい。策が、まあ保健所なんかも頑張って、頑医張っ師会てくなんれかてともます協ね。力をして、はい。まあ、非常にこううまく進んでる区だというふうに僕は思ってるんですけはい。ど、それはそういう感じですよね。そうですね。はい。もう墨田区とその保健所と、あとその中でもその都立病院ですよね。都立北墨東東病病院院がありね。ますから、そこがこうちゃんとこうタッグを組んでやってますね。要するに北東病院がコロナの重症患者は引き受けますよはい。と。ただその改善して一定良くなったらば民間病院で引き受けるっていう体制も含めてこう作ると。で、保健所は保健所で検査をこうしっかりやっていく。はい。で、まあそういう医療機関につなげていくっていう仕事が、まあ連携は墨非田区は取常れてにうるま感じですくできてね。ますよね。でも僕はね、やっぱり北東病院があるからじゃないかなと。やっぱり都立病院だから、まあかなりその財政的な問題も含めて、やっぱりその感染症の重症医療っていうのはやっぱり人手もいるし、お金もかかるから、それをやっぱり引き受けるあれだけの高度機能を持った、はい。まあ北東病院はね、かなり高度救命救急センターなんかを持ってるし、まあそういう病院があるっていうのは大きいですよね。大きいですね。墨田区でも昨年の2月3月あたりに、まあ、小さな規模のクラスターっていうのは発症したりしてたんですよね。ただそういった中でも都立墨東病院があるので、何か混乱が起きても受け止めてあげるよっていう、そういったやっぱり連携取れてましたよね。それぞれの病院でも非常にこう安心感もあったし、で墨東が抱えられないものは、まあ、回復期はこちらが受け止めるよっていう。非常にいい関係だろうなっていうふうに思ってますね。これやっぱり今のコロナを踏まえれば、都立墨東病院を都立病院としてしっかり守れっていうのは、これは党派を超えた要求になりますよね。都立駒込病院というのは1879年コレラが流行した時に作られたと聞いています。それ以来感染症の臨床だとか研究、そういう実績も積んで、今もコロナ対応でもそうです最ね。前線の病院だはい。ということですね。そうですね。やっぱりこの駒込病院も含めて、都立病院っていうのは、やっぱり都民の命を守るっていう役割を持っていて、それはやはり都立直営だからこそできる、担ってる役割なんですね。それをやっぱり独立行政法人化してしまうと、利益を追求する独法化にしてはならないと、都民のための医療を、命を守る役割を、やはり担わせるっていうことでは、多くの都民の皆さんや、また開業医の先生たちも反対している、そういう声がたくさん上がっています。そうした問題が今度の都議選でも大きな争点です。それでは、少し場所を移してぜひ詳しく伺いたいと思いわかりまましす。た。文教地区委員会にやってきました。ここで少し先ほどの続きで都立病院独立行政法人化の問題などを伺っていきたいと思います。文京区の皆さんが利はい。用する都立病院というのはこの辺りで言うと2つあるんでそうすでかすね。ね。文京区内には都立駒込病院があって、で、隣豊島区との区境に都立大塚病院があるので、文京区民としては近場に2つもね、都立病院があるっていう点では、本当によく使ってるっていうのもそうだし、やっぱり独法化したらその時の影響っていうのはやっぱ大きいですよね。だからやっぱり、地域の皆さんの、そうですね。地域の人がかなり利用してそうです、いるそうです。という、はい。そういう大事な役割があるんですね。そうですね。やっぱり大塚病院も、駒込病院もそうですけれども、区民の方の身近な病院で、で、やっぱ救急でかかる方なんかも特に多いですし、そういう役割を果たしてるって感じですね。大塚駒込ってご覧になっている方、お分かりになる方もいらっしゃるでしょうけども、山手線でいうと池袋、大塚、巣鴨、駒込と、そういう位置関係ですね。そうですね。はい。独法化っていうことなんですけど、独立行政法人化っていうのは、ちょっとそれだけ聞くとね、果たしてそれでどうなんのっていうのはよくわからないところもあるかと思うんですけど、この都立病院の独立行政法人化っていうのは、どういう問題がある、要するに独立財産になるっていうのは、大そうです体ね。独法化っていうそういうことだと思うんですけど、その問題っていうのはどういうとこなんですか？都立病院の役割っていうのが、そもそもやはり民間医療、
医療機関だけでは担えない医療、うん、その不採算ってまあ言われる、うん、あの医療を都立病院がまあ引き受けて都民に医療を提供するっていう役割があのまあ使命としてあるんですけれども、それをやっぱりあのできるのもそもそも東京都が財政支援をしているからできるっていうのがあります。それをやはり東京都が直接経営に責任を持っているっていうのをまあ切り離して独立採算でやるっていうことになれば、やはり利益を追求するっていう医療に変わり、まあ、儲ける医療に変わっていき、それはやはり儲からない不採算な医療はやはり縮小したりあの廃止をしていくっていうことでは、やっぱり都民のあのへの医療サービスが低下するっていうことは必要。それで今は不採算っていうか、うん、赤字でもやっていいよと、うん、そういうことになってる。そうですね、それが役割ですから。あ、それが役割だと。あの不採算医療を担うのが都立病院の役割です、まあ、そうですね、うん、要するに誰もやらないところ、民間で他がやってればまあいいんでしょうけど、うんうん、そうですね、民間で、まあ、採算が取れないけども、うん、必要な医療があって、うん、まあ、感染症対策なんかまさにそうだと思うんですけど、ね、そうですよね。元々だって医療機関が、まあ、診療報酬が低すぎるとか、うん、とにかくいつでもベッドを満床にしておかないとペイしないような黒字にならないような状況が置かれていると、うんうん、その中でそのいつ来るかわからない、というか来ないかもしれない感染症の対策をやっとくっていうのは、うん、それは経営合理性というか、ね、こうお金の感覚で言えばそれはもったいないというか、うん、無駄だというふうになりがにがちですよね。そうなんですよね、うん、だからやってると。そうなんです、うん、だからその先ほど山添さん言ったみたいに、独法化したらどうなるか、診療報酬はどこでも同じ点数なんで、うんうんうん、やっぱりそれ以外でその利益を上げる採算を取るってなれば、うん、やはりあの差額ベッド、部屋、お部屋代、個室だとか、ね、個室のね、ああいうお部屋代をあの値上げするっていうことなどもやっぱり導入、あの値上げがされると。で、さまざまなその自費のところでやっぱり分所料とか、そういうその病院が独自で設定できるところはやはりあの値上げをされると、患者負担が増えるってことですよね。まあ、それは病院としてはやりたいかやりたくないかに関わらず、そうしないと採算が取れないし、まあ、逆に言うと採算がこう不採算部門というか、うん、このままだとお荷物にしかならないっていうところは切り捨てるのが経営的には当然だということになりかねない。そうですよね、うん、で患者負担だけではなくて、やっぱり そこで働く労働者、医療従事者の賃金も、はいはい、あのやはり引き下げられていくことで採算を取るっていうやり方を取らざるを得ないですね。まあ、黒字を出すにはね、黒字を出すにはコストを削減するか、そうなんです、あの儲けを上げるかどっちかですもんね、うん、で実際やっぱり全国でもすでに独法化された病院では、うん、やはりその独法化したことによって患者さんへの医療サービスが低下したり、あの医療従事者、働く人の賃金が下げられたり、またその必要な医療なんだけれどもやっぱり不採算だからということでもう停止し、あの廃止したり縮小したりっていうことが実際起こってるんですよね、うんうん、でそういうその地方でもうすでに独法化されたところの経営状況が、うん、そのね、あのよく患者負担も悪くなっている、重くなっている、でじゃあ経営が良くなっているかって言えばそうではないっていうことがもう出てるのならば、やはりそういうことをしっかりと検討しなければならない。検討しないでやっぱり東京都の都立病院を全て独法化するっていうのはあまりにも乱暴ですよね。いや、しかもね、やっぱり今コロナの時にそれやるのかっていうことが、うん、まあ、これまでも問題だったでしょうけど、うん、都立病院って言ったらやっぱり、まあ、広尾病院が今コロナ専用病院ということでかなり受け入れてますし、はい、うん、あの武漢からのチャーター便 の最初の頃のね、感染者についても、ね、まあ、積極的に受け入れてっていうことで、駒込が一番最初に受けたんです。そうですよね、そうです、はい、だそういうそのコロナの下で果たしてきた役割があるのに、うん、独法化っていうコロナ前からの計画をそのままやるっていうのは、うん、なんか検討もしてないんですって。土地なり都議会なり都政なりっていうところで、ね、独法化をこう見直す動きが、見直しはしてないですよね。だから都議会でも独法化を中止を求めるあの請願が出されたけれども、うんうんうん、やはりそれはあの共産党はもちろんあの独法化中止で、うん、その請願には賛成をしたんだけれども、うん、他が
反対ってことでは不採択になりましたし、今年度の予算にはやっぱ独法化するための予算がその前年よりも6倍 の、 39億でしたかね、予算に計上されてるんで、もう東京都はコロナ禍でも独法化をどんどんとやっぱ進める準備は着々と進めてるっていう状況で、独法化したら400億コストカットできるとかそういう試算を出したりという話ですね。全然都民ファーストじゃないですね。そうですよね。本当に稼ぐ医療へ突き進むっていう。稼ぐ医療ね。ですよね。だけど医療で稼ごうっていうのは、なんか人の不幸で稼ぐみたいなひどい話ですね。本当そうですよね。コロナでね、やっぱりいかにこの公共が大事かって、私たちよくなんかこう気づいたなっていうか、改めてそう思って、やっぱりその公共のやっぱりこう医療もそうだし保健所もそうだし、やっぱそういうところをどんどんとその市場経済に乗せて何でも儲かるか儲からないかで判断させるっていうことで、こうやって医療とか福祉が削られてきて、コロナが本当に大変な状況になっちゃったっていうことをからやっぱり学ばないといけないというか、やっぱり独法化をね、こんなコロナ禍 で都立病院にはベッドを増やしてっていうような要請に、ね、東京都は要請をして、それに迅速に応えてきたのが都立病院ですよね。1700床までベッドを増やし、これからまた2000床までコロナベッドを増やすと。で、増やすって本当に簡単にはできないですからね。一方でやっぱり一般病床をやっぱりこう減らしてコロナ病床に変えるわけですから、患者さんはコロナの患者さんだけではないですし、やっぱり都民の命を守る、健康を守るっていうやっぱり役割を持っている病院で、ベッドを増やすことを本当に積極的にやってきた都立病院ですよ。それをなんていうかこう逆手にとってね、その医療者 の、 その使命感や責任感などを逆手にとってね、この機に独法化していったり、公立病院を減らしていったりなんていうのは本当にちょっと許されない、ね、そういうやり方は他の医療機関で働いている方からしても、例えば福手さんは区議になられる前は、医療機関に、勤務されてたこともあったと思うんですけど、他のところで働いている方からしても都立、公的病院を、そのまま維持してほしいという声はあるんですか？もちろんそうですね、私もなんか最初は都立病院にかかってる患者さんだけに対話をしてた時ってあったんです、で都立にかかってない方だとね、やっぱりちょっと遠い話になっちゃったりするんですけど、でもやっぱりいろんな対話していったり、医療機関の人にもこう話、民間の医療機関の方とも話をする中では、やっぱりその医療って公立病院あと民間の病院、みんながこう連携し合いながら地域の健康を守っている役割を果たしているわけで、やっぱり公立病院の果たしている役割って大きくて、開業医の先生たちもやっぱり自分 の、 病院ところに来た患者さんを都立病院に紹介する、でまた戻ってきたら受け入れるっていうようなやり取りがあって、そこには安心して送っていけれるっていう関係ができているわけですよね。それをやっぱり不採算部門はこう縮小していって、やはりもう採算を取るような経営に変わっていくことで、患者さん安心して送れないっていうやっぱり不安が、預けるというか、こう安心して見てもらおうというふうにできるところがなくなってしまうんじゃないかと。そうですね、だからやっぱり開業医の先生にもとってもやっぱり独法化じゃなくって、都立は直営のままでっていう声が実際に寄せられたんですね。住民の皆さんはどういう反応ですか？そうですね、皆さんね、私駒込病院、特に駒込病院の門前で定期的に署名運動をやってるんですけれども、皆さんまずはびっくりします。って都立病院、都立じゃなくなるのっていう形で、でそこは説明をするんですけれども、やはり皆さん都立だから、東京都直営の都立病院だから、安心して信頼して、かかってると。だから一人でも多くの人にこのことを伝えて、一人でも多くの都民の方にやっぱり都立直営のままで充実をっていう声を世論でね、独法化を中止させていかなきゃならないと思ってます。